今日は、今日はこれもまたまたよく質問あるんですけど、草履の種類、草履とか下駄の種類とか、どういう着物にはどういうの合わせたらいいかとか、そういうのの話しようと思います。はい、今日も美代子先生の奈良 の、 あの教室を借りてします。お近くの方でちょっと着物習いたいっていう方はご紹介しますね。すごい便利なとこにあるんで、はい、素敵なお教室です。まず着物の草履 の、 あの一応ご説明しますね。草履と下駄、じゃじゃーん、これが草履、こっち下駄で、下駄と草履何が違うかって言ったら、ここ台台って言ってるんですけど、ここがこういう木とかやったら下駄です。はい、下駄です。これ下駄です。まああの浴衣の時とかでも、別に下駄は浴衣の時だけとかじゃなくて、普通にこういう今日私が着てる紬とか、美代子さんがお召しになってる小紋っていうカジュアルな着物の時にも別に着ていいです。なんか昔の昭和のお母さんとか下駄履いてるイメージ、私すごいで、すごい格があって履物にはね。それちょっとご説明しますと、これめっちゃフォーマルな、この鼻緒と台がこれ同じ、なんか佐賀錦、いわゆる佐賀錦、ちょっと昭和っぽいみたいな、昭和の人みんなこんなん履いてましたに、なんか恋バッグ、これめっちゃあのフォーマルな装いです。だから今日みたいなカジュアルなものにちょっとこれやったらフォーマル感出るので、ちょっとちぐはぐかもしれませんね、履物と置物が。これはすごい訪問着とか、そういう時に履いたらいいと思います。振り袖とか、まあ、黒留めぐらいでもいけるかもしれませんね。はい、黒留めとか、まあ、格のある置物にこういう草履します。で、まあ、ちょっとお値段すごい安くで買えるのが、こういうウレタン草履です。これ後ろがウレタン素材なので、ウレタン草履、ウレタン草履って結構お安く売ってます。私はあまり買わないんですけど、なんかちょっと歩きにくい感じがして、ちょっとあんまり買わないんですけど、これめっちゃいいのは、あの雨でも大丈夫、ウレタン草履は雨の日に履き込む、はい、雨でも大丈夫。あのね、草履ってね、この後ろがね、雨やったらめっちゃダメになるんですよ皆さん。私もね、 2足ぐらいちょっと草履を雨の日履いてしまってダメにしてしまいました。ここから水が入ってちょっとダメになるんで、雨の日はカバー、おともやったっけ、なんかそんな名前のカバーあるんで、ある？あ、まあまあ、まだあのそのカバーについてはご説明します。カバー絶対してください。あのすごく草履と雨は良くないです。あとはなんかいわゆる、あれ、カレンブロッソさん、ちょっと待って、これカレンブロッソさんやな、ね、これカレン、これめっちゃみんな履きやすいって言うけど、私実はあんまり買ってないんですけど、どうですか？履きやすいですけど、鼻緒による、鼻緒による、これはちょっと硬いから、うん、履きにくかった鼻緒によるらしい。そうなんや、ここがね、コルクやったっけな、ちゃうかった、ちょっとあのカレンブロッソさんファンの人に違う捕まえたら申し訳ないので、あのあんまり私が全然履いてないのにいろいろ説明するのもあれやけどな、はな、あれができないんですよ、調整ね、ここの調整が。そうですね、 これもそうやね。あ、これも違うな、これは調整できるやつやな、ね、これ全然履いてないですね、まだすごいおあつらいしたの、すごい。美代子さんめっちゃ草履いっぱい持ってて、さっき草履コレクション見たらすごいいっぱい持ってんねっていう話をしてました。これもまあカジュアルですね、鼻緒がカジュアル、こんな感じの鼻緒めっちゃカジュアルなので、小紋とか紬とかに合わせてあげてください。ほんで私は今日そんなに綺麗じゃないけど、こういう、まあ、いわゆる草履って感じの持ってきました。これは今日私がもうあのギターっぽいの持ってるんやけど、全部なんか汚れてたんでとりあえずこれ履いてきます。ほんまブーツで来ようと思ったけど、ブーツもなんか見つからなくって、冬場はブーツで歩いてます。こんな感じで着物と草履のことお分かりになりましたかね。おすすめ、買うとこおすすめなんやろ、まだネットで買ってる？ネットで買うの難しくないですか、草履履きたい、私無理かな。私は千葉で買ったり、千葉のセンタービルの中のところで買ったりしますけど、またそれはあの直接ご相談ください。はい、だいたい1万円以上ぐらいしますね、1
1万円以上ぐらいはすると思います。また次回明日動画出しますね。ありがとうございます。